こんにちは、皆さんこんにちは、みこです。今日はペルーのスタバカードについてご紹介したいと思います。スペイン語のパンフレットを見ながらやっていきますね。でペルーではスターバックスのカードは10ソルで発行できます。で10ソル支払うんですけども、10ソル分チャージされてるんで実質無料で、2ソルあたり1スターが溜まっていくシステムになってます。でちなみに私はスターバックスラテのグランデをいつも飲むんですけど、ペルーでは 10.5 ソルです。だいたい350円くらいかな。で日本やと450円くらいだったと思うので、100円ほどペルーが安い感じになります。で日本ほどではないですが、ペルーのスタバカードもいろんなデザインがあって、まあ、私はこのペルーっぽいやつを選びました。ペルー国内でのみ利用できます。オンライン登録するとオンライン入金や残高移行などができるので、これは日本と同じですね。でこの画面が私の iPhone でログインしたページです。ニベルグリーンって書いてあって、グリーンのレベルは何かというとこちら、グリーンから始まってゴールドにランクアップします。で還元率っていうか、なんか日本よりもお得な気がするんで、左から順番に見ていきましょう。でベビーダグラティスポルカダシエンストレージャス、で100スター貯まるごとにドリンク1杯無料、ベビーダオーアリメントグラティスエンルメスデクンプレアニオス、誕生日月にはドリンクかフードを無料でもらえる、ショットでエスプレッソグラティスアディショナルエントゥベビーダ、何かドリンクを飲むとエスプレッソが1杯無料でもらえる、で200エストレージャス貯まるとゴールドになって、さらにお得な特典が追加されます。アップグレードカフェでテンポラーダグラティス、季節のドリンクのアップグレードが無料、レフィルデカフェデルディアオーテ、本日のコーヒーもしくは紅茶のおかわりが無料、インビタションアイベントススペシャルス、特別なイベントへご招待。で日本より特典多くないですか？なんかめちゃくちゃお得なのでね、興味がある方はぜひ作ってみてください。それでは今日はこの辺で、ムチャスグラシアスポルペルミビデオ、チャオ。